こういう人、鬼奴がボーカルのあのあパソコン持って、いやいやいや、そう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 、そ中央にずっといるだけじゃないですか。はい、オープニング入ります。そんなのどう。現代社会が本命を極めんとする中、今こそ立ち上がれ商工会青年部よ、寒河江の未来に何を見る。あんな通路さーん、なんでダメなの。自分もなんかブロックした自分もブロックしたどういう状況。はい、ということで、はい、ノスタスタートでございます。まだね、はい、こんばんは。ありがとうございました。いよいよ、はい、はい、最終回だってね、ね、だってねって一言が、せっかくですね、いよいよね、最終回となって、うん、はい、しまいますが、ただいま、ちなみに何名の方がご視聴いただいているんでしょうか。8名です。おお、増えた。ありがとうございます。最終回というのに、8名の方に限定配信だよ、限定の末広がりっつってさあ来いそんなに前にはいかないっすね。ということで、はい、最終回、ね、今日は何をするんだっての、ぐち君担当委員会さんとして。はい、はい、今日はですね、今回13回目ということなんですけど、それまでの1回目から12回目までを、はい、総集編ということで、13回もしたんだね。中3回ぐらいですね。ね、何気にね。ハマした。ありがとうございます。始まってた。ハマさん、今回ほとんど見てもらってるんじゃないですかね。ありがとうございます。すいません。総集編の会期、違う。何じゃない。僕側の話になってきた。僕側の。そうね、そうね。お、レギオンさんもお疲れ様です。レギオンさんも参加率高いですもんね。レギオンさん、解禁。ありがとうございます。本当に。13回期、フル出勤。フル出勤。おはようございます。おはようございます。うちのキャバ嬢いないですよね。あ、そうなんですよ。なんかね、風なんだって。風。あら、まあ、風邪ひくようなことなんかしたんかい。今回総集編のコメントに決まるよ。入っていいです今私。ね、どうぞ。話、あ、うん、面白いんだ。なんで入ってる。あ、すいません。自己紹介もしてないよ。自己紹介もしてないよこれ。まだ。おお、そうです、ね。ありがとうございますね。だからイオンさんからチーン合唱って。お、すげえ浜脇さんのもうさらに進化してる感じ。あ、いう絵文字があるんですね。あるんですね。おー、なるほどね。オメガじゃないあれ。あー。バルゴの社会に出てきた。あー。すげえ。で？で、はい、自己紹介。自己紹介、はい。ね、まずはね。はい。はい、じゃあ私のこれで。最後の自己紹介。最後の自己紹介。はい、はい。なんか最近してなかったような気がしますけれども。はい。大型県は佐賀商工会青年部、ただいま総大学でございます。佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい。そして、はい、はい、佐賀商工会青年部総置委員会副委員長をさせていただいております、画伯こと野口でございます。よろしくお願いします。枕言葉あんのいいね。いいね。ちょっと自分で今から言っていい枕言葉。あ、面白いんだったらいいよ。面白いんだったらか。一回彼を挟んでからいいです。いや、じゃあいい、大丈夫。一番最後が一番怪我するから。はい、佐賀市商工会青年部、部長を務めさせていただいております、木村洋介です。よろしくお願いします。珍しい。そうだね。まあまあね、はい、まあ最後にね、最後に渡したことね、そうだよね、綺麗に一つあげたってことだよね。そうだね。だってやっぱね、最後ね、今まで全2回、全2回、しかも全17回かな今回で。違う、17回じゃない、20回、ちょうど20回、20回ってね、前17回だし今回13回、30回だよ。発射できない。俺も入った。ノー本当にね、こう締めとなります、うん、とこで、はい、やっとこうね、はい、本編に登場した彼ですからね。はいはいはい。誰って話ですよ。誰って話ですよね。身内からしても誰って話。あのキュートな人って感じだよね。先週来た。キュートな人っていう感じでね。先週来た
たくみよりもわかんねえから。そうかも、そうかもしんないね。というん、ことで、やっぱりね、はい、最後はね、ちゃんとこの人がいなければ、はい、朝は成り立たなかった、この方。はい。はい。はい、で、お願いします。この振りって難しいね。いや、もうずっと最、ずっと裏方だったんですけど、こんなに緊張するっていうのはちょっと思いました。え、何自己紹介しろっつってんのにまだしねえ。何お前、松田タイプ。もう空気も読めない、全然ダダ滑りの裏方で配信やってました、マスケンです。お疲れ様です。ありがとうございます。マキさん潰してないですよ。ないとかかもう相談役のボケは潰してないです。あ、僕ですかね。僕のボケですかね、それはね。そうね、はい、そうですね、まあボケるつもりもないんですけど、ね、いや元気にボケるよ。と、はい、いうことで、はい、前回の振り返り、はい、はい、うん、ということで、はい、前回総演会さん担当で、はい、そうでしたね、ね、はい、ブールシャンティさんのケーキ食べさせていただいて、はいはいはい、鴨田太平商店さんの梅干しを食べさせていただいた上に、上に内さんから来ていただいて、ね、焼酎、そう、焼酎に梅干し入れて、ね、そうね、綺麗ね、206さん、こんばんは、あ、今村さん、お疲れ様でした。いやいや、こっそり見なくていいです。堂々とお願いします。割合、胸張って、あのスペースはほとんど変わんないんで。はい、でということで、はい、ね、お三方来ていただきまして、はい、もういろいろね、うん、まあなんかこうゲームなんかも楽しませていただいたりなんかしちゃったりなんかしちゃったりして、まあまあなんか懐かしのね、懐かしのね、フリップネタね、うんうん、やったね、中学生男子に戻ったり、まああれで視聴率下がったかもしれない。なんかね、いろいろ言われたの。うん、霜が過ぎるんじゃないかと、うん、お、なんでうどんとかの話してただけなのに。うどんの歯触りの話してただけなのに。そう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 、なんで怒られてんだか分かんないんだけど、うんうん、まあ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 、実際あれのネタね、あれで、うん、あのサマーズのやつやってんだよね、トゥルルサマーズ。おー、うん、だからテレビ的には問題ない。テレビじゃないけどね、あれね、 BTB だからね。まあ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 、公共の電波じゃないかんね。公共の電波でしょ、BTB。あれは公共の電波になってんの？あ、そっか、DVD まで出てるもんね。うん、そっか。あれは電波になってる。問題はないんだね、あれはね。まあ、とりあえずね。こそーり、こんばんは。あ、こっちにも出るんだ。同じツイート。何回目？どうしても206さんに通行ね。あ、そうね。そうね。関わりたい自分がいるって、ね、はい。で、すっげえマスコは黙ってんだけど。全然しゃべらねえ。帰れねえ。メインだよ、ね、メイン。話どうやって入ったらいいかわからないですね。恥ずかしい。致命傷。一生裏方でいいです。今自覚しました。日の目を見なくていい。日の目を見なくていいです。ね、そんなわけで、はい、この3つね。で、はい、今回は何すんのさ、うん、今回はですね、1回目から12回までを、うん、いいとこ取りした総集編ということで、いいとこあったんだ。多少なりともあったんですか。大変だと思いますよ、ね、一生懸命編集したんですから。全12回はちゃんと編集したの。そうそうそう、一応そうだ、ね、今日電話かかってきて、入ってきて電話かかってきて相談受けたんだけど、うん、なんか先週、うん、使えるとこがないらしいんだ。下すぎた。やっぱ下すぎたんだ。もうなんかこんな問題ねえよ、ね、ケイちゃんすごい怒ってたんですよね。ケイが、そう、あの匠さんの映像とかも使わせてほしいんだけど、どう、うん、いいっつったら、私下ネタ本当大嫌いなんだよってすごい怒られて。俺何も言ってないんですけど。あ、すいません、お姉さん、お疲れ様でーす。シーズン2のシーズン2のシーズンの最終回。そうです。はい。でございます。はい。結構高年さんからもそうになってね。高年さんよく会うんだよね。あ、そうなんですか？味金とこでね。ああ、結構高年さん味金とこ来てくださってるよね。お菓子を食べ散らかすマスケン。兄貴も大変だなって。兄貴って誰？兄貴？これこれこれ。兄貴って匠じゃないですか？ああ、いや、違う違う。レギオンさんもがレギオンさんが言う兄貴っていうの、慕ってる、慕ってる、あ、そうなんだ、兄貴って言ってるの、
リジオさん。普通に息子はって言われてたような気がするんですけど、学生時代は。だと違うのかな。だってあということはあれか、匠海の方なのかな。かな。うん、あやっぱ匠海の方。あ、マスカは兄さんですね。兄さん。ね、小根さんって使えないか。小根さんは丁寧だね、やっぱね。皆さんにご挨拶もね。まあ、こう今こう割とこう、まあ、カメラ向かってますけど、うん、だからこそ結構ね、昼休みとか優しい感じですけどね。もう来る時なんか全く挨拶なしですよ、ね。いや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 。スーッと入ってくる。いや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 。タバコすぐ火つける。今日何？今日何？今日何？この辺でどの辺でやっとけばいいの？言ってましたね、うん。どの辺で笑い起こせばいいの？ほう。最終回ガクガクブルブル、いや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 、割合青年分の中ではみんなホッとしてる感じ。それは言わないよ。委員長特に、委員長特にね。ああ終わんなこれみたいな。若干もうこれで青年部卒業的な出し始める。最後の仕事。最後の仕事。俺の最後の仕事。いやいやまだありますからね。まだありますね。視察研修旅行っていうね。いやもうあんなもん流せばいいよぐらい。あんなもんって。怖い。担当の委員長さんがいるの。ね。ね、でも振り返るといろいろやってきましたが、はい、まあ、1回目は、ね、振り返ってみてもいいんでしょうけど、2回目今振り返っちゃうとね、はい、V 流せなくなっちゃうからね。そうかでも1回目すら大してきれいにまとめてないからね。そうだよね。2回目はちゃんとまとめれたっていうことは、それだけつなぐところがなかったってことでしょうね。使いどころはなかったってことでしょうね。1回目よりもね。1回目のところはまあ、でもまあ、でもどんなつなぎ方したんだか見てみたいね。そうね、ちょっとじゃあ早速いってみましょうか、はい、1本目、はい、1本目はどういう内容なんですか？あ、1本目って何本あんの？2本だって。2本、あらら、1から6までと、7から12まで、うん、おお、すごいってことでいいのかな。もの自体は13分ぐらい、13分30秒の枠で、うん、最初はこう話ごとに分けようかなと思ったんですが、うん、ちょっと人ごとに人ずつ紹介していった方が分かりやすいかなと思いまして、うん、ちょっと今回は個人ずつ的を絞って紹介してます。で、途中半分ぐらいになったら私適当なところ見つけて一回止めちゃいますんで、はいはい、それでまだ話を盛り上げてもらって、はいはい、後半戦に突入できればと思います。お疲れ様です。見てます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。超お疲れ様です。お疲れ様です。先日被災地支援大変ご苦労でございました。本当にありがとうございました。本当にいろいろと勉強させていただきまして大変かしこまっちゃったけど先日お伺いできずに、まあ、なかなか流れ的に皆さんつかめないかと思いますけど、青森の直前会長です。はい、はい、お世話になります。ありがとうございます。で、コネさんが明日の場所の前に髪切れちゃいました。糸お、今日は髪切れちゃいました。今日はノンアルコールから。あ、そうだよね、血いっぱい出ちゃうもんね、うん、おー、あー、なるほどね。そう、おアルコール入れると血いっぱい出ちゃうっていう振りだけど、出ちゃいますよ、高年さん。いやいや、出ちゃいますよ。やめた方がいいです。いやいや、ほんとほんと、高年さんそんな面白くない。いや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 、それは高年さん怒ったらどうするの。コメントくれなくなっちゃった。そんな振りあるかって。はい、ということで気にせず進む。すいません、止まっちゃいました。すいません思いっきり気になっちゃいました、はい、で、何これ V 流れてる間は声は入るの？俺ら声は多分入ると思います。ちょっと挙動に自信がないです。じゃあちょっとやってみないと分かんない。結構お静かに言ってとこだね。じゃあね。そうだね、あんま分かんない。ボリュームはこっちで調整できるので、うん、ゲラゲラ笑ってたら勝手に絞りますんで。お、はい、分かりました。はい、いいね、こう普段ほらここでこうやっててさ、うん、ダメですとかってあっちから聞こえてくるわけですけど、こうやってちゃんとしろよなんて言ってけど、今日別にこう思いっきりいけっからね。言ってたよね。また配信止まってるわけだもん。別にね、なるわなんて言ってる必要ないからね。ここに縦社会が今垣間見える。いや縦とかじゃなくてさ、縦とか横とかじゃないんだ。ダメなものはダメなの。関節切れ。
親指一本で決めれる。すごく言いづらい。すごいな。V 中に痛い痛い痛い。もう俺大月さんの言うことだったら何でも聞くんだから。何でも聞く。立証されてるからね。いやちょっと俺大月さんの思いつきで仙台駅まで迎えに行ったんだよ。なんか殴られそうな素材がちょっと入ってるので、ちょっと今ここにいるんじゃなかったって思いながら VTR が流れると。じゃあ。面白いんじゃない今8時45分で10時までの放送の間に、うん、ケイスケとかどんぐらい変わるかって。なるほどね。まずね、どんだけ青く形が変わる、色が変わる。歯が一本ない。抜歯抜歯高年さんより先に。抜歯してみました。まさかの。抜歯越え。やめたげてよ。やりませんよ、レギュラーさん。仲間ですから。ここは辛いぞ。ここは辛いぞ。さあ、はい、というわけで、行きましょうか。はい、じゃあ、まぁ、あ、ちょっと、まぁ、あ、静かめにって感じですか。はい。では、はい、V1 回目から6までかなかな、はい、半分ということで。はい。よろしくお願いします。東南アジアにいそうだね。ちょっとタイムラグ対面にして、で次回になります。次週なんとなんとなんと、うん、何かが起こるかもしれませんので、適当なぐらい何か起こるかもしれませんので、ぜひ、はい、お見逃しなくということで、また来週ですね、皆様にお会いしたいと思いますということで、うん、バンコクにいたよって言われてるよね。現代社会が混迷を極めんとする中、オープニングの声俺の声だって知ってた。この声さ、俺だって知ってた。これはマジか。そこ俺なの。知ってた。あのやつは先週、先々週。みんな結構知らない人多い。先々週。キャンカトさんが来たってあんまそんなに期待されてもね。いやでもこう見えてね、すごくね、そう、すいません、さん急に敬語になりましたけど、先輩なんですよ。こう見えてこうままなんですけどね。こういう感じがかんであるのさ、見てくれない。うん、ちょっと洋介さん、まあ、前回知りましたってこうね、わかんねえわ。かわいいから、ただ音楽さん甘いだけだ。こういう感じ聞こえてますって言ったら大きく聞こえてくれる。まあこのカッティングシステムの切り読みもあるんだけどね、また大田君結構多いんですか。いや、全然ありません。ないかい。不思議だよ。あとちなみに、このタイル工事、他には、うん、そうですね、こっちの方にはいって。お宅の事業者紹介だろ。はいはい。まあ、ちなみには、まあ、普通にね、はい、仕事してるぐらい。私が大きなクエーテック。お父さん、やる気ないの。クエーテックさんでした。食べられるタイルが、あーあー、いいですね。あるんですか、安いの。あるんですか。いや、謎なぞ。謎なぞ。タイルはタイルでも食べられるタイルってなーにってバカ。あるタイル。食べましょう。鍋じゅん、何鍋じゅんいちなんだっけ。言ったじゃん。今それですか。何なんだ純一なんだお前は。この度おご紹介いたしますのは、はい、住吉屋食品清流庵さんのおい、はい、やっこちゃん。なんでそのイントネーション。間違ってる。なんかガッチャマンみたいなイントネーション。やっこちゃん、これ納豆だけで食べると、いや、自分でやりますよ。自分でやりますから、いいですよ。座っててください。ベースのツッコミって悪意さんの部分もありますよね。茶葉飲んでいくわな。優しいと思うよ。何、秘伝豆が柔らかいっていうか。あ、そうですか。うん、え、しみさんはイケメンだけど、ながら読まれちゃう。もう幸せ感じます、エビ。はい、このエビ相当若いですよね。プリプリですもん、ね。相当若いですよ、エビ。若いとかよくわかんないけど。喋ればいいわけではねえと思うぞ。今度エビ切られるんだよ、ね。これ未成年ですよ。ダメじゃん、なんか。罪悪感覚を覚えちゃくるとき。子供のらしいんですけど、何ですね、今、うちの子供に 3DS だって言って買ってあげた。バカだこいつ。子供は、うちの子供はサッカー大好きなのに、キャプテン翼に夢中ってことで。昭和の子供だ、昭和だ。そしてすごい、すごいですね。うん、
なんでチャレンジャーチャレンジャーこれ違う、これ違う、これちょっと言い訳させて、これは世界長の成原慎二君。ありまくじゃないですか、ありまくじゃないですか、ありまく、ちょっと謝ってください。成原慎二君じゃない、成原慎二君に世界長の成原慎二君、ごめん、誰かもわからないけどごめん。バカボン、バカボン、はい、バカボン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 、でもあのバカボンとバカボンのパパが混ざってるよね。3、2、1、4。これだよなって、これもひどい、これ口先だから、これじゃない、バカボンパパがやった。3、2、1、4。怖っ。ちなみにこのやっこさんは、明日も見れます。明日も探しないで最低だ。ウロチョウだ、ちょっと確かに徘徊してる、ちょっとパッタイ不審者だから言っちゃいけない系統の言葉スッと出てくるもんね。まるでこう傷つけるのを選ぶかのようにスッと出てくるもんね。すごいよね、的に悪意はないんだろうけどね、本人はね。やべえです、それ。若いね、発言が若い、やべえなんだよ、悪意が強くない。本当に思ってるからね。お前さ、やばいっていうのなんかね。ライチ君、今日は聞かれてる。はい、変わりまーす。はい、はい、ライチ君、はい、面白いね。あ、はい、いやー、まあまあ結構面白いもんだね。面白いですね。ちょっと TL 一回下げていただいて、ね、はい、結構流れてしまったので、はい、どの辺に皆さんねこう反応していただいててるのか、ね、のかなと思います。あー、バカボンバカボン、あの、いやいや、あんま攻めんのやめよ。本当に大地は何にもできねえんだから。何にもできねえんだからって一番ひどいよね。最近俺大地にそのセリフ言うのすごい好きなんだ。大地裏で今すげえあたふたあたふたしてる。今朝だからなんか大地くんへこんでませんでした、ツイッターとかで、あのどうしたらいいんだろうみたいな、なんかへこんでて、うん、で朝パパがなんかすごいまた鋭いツッコミされてて、うん、さらにへこむみたいな、もう本当にあんまり地面にやめたけど。大地は何にもできないんだから。よしくん絶対煽ってる。不安感を煽ってますね。結構やったもんだね、もう忘れてた ね、最初の頃だった、ね、結構ね、いろいろすごいね。セカンドシーズンの最初の方ってもね、うん、俺バカボンって言ったんだなって、あれギョさんがバカボンって言った、あ、そうだっけ、あ、それで結果バカボンじゃないのが出てきたっていう。大工の源さんみたいな。まあまあでもただまあ大工の源さんというか大工の源さんに失礼。それもそれで。いやーね、ほんとね、過迫を超えてますよ。加藤さんとかもいいキャラだよね。うん、まあでも長時間は持たないよね。まあまあ瞬発力。黒人筋肉だよね、加藤さん。ビョーンって、うわ、すげえ。
全然疲れっかんね。そうそう。全然疲れた。持久力ないね。疲れた。ああ、せっかくの丸の子が、ああ、この次丸の子行ったら、丸の子行きます。ぜひお楽しみに。はい、丸の子。俺のあの、大好きなあれでしょ、日曜大工道具でしょ。全く入れない。何の子かは全然分かんなかったです。しのぶさんを最初にいじりまくった気がする。ああ、いじりがいないですよね、しのぶさん。全然ない、響かないよね。すごいよね、うん、すごいよね。するよ、あの、あれみたいだもんね、ビルの10階とかから卵落としても割れないゲルツの あれみたいだもんね、うん、何にも響かないね。ただスッと吸収して終わる。スッとだって、しかも元に戻っちゃう。その瞬間だけ一瞬こうシュッとなるだけで。あれで天井員って言うんだから笑うよね。いやだって打ったら響くのか天井員。そうだよね。多分あれだよ、あのこの食べ物をもうちょっとなんとかならないのとか言われても、うん、ああそうですねみたいな感じで終わりだよ。え、これ営業妨害。嘘ですよ、しのぶさん。大地くんはいじられキャラですよ。ええー、わかりました。いや、大地は実は結構言ってくるんですよ、僕とかにも。僕ブログとか書くんですけど、うん、それに対して大地が俺に言った一言は、あれは本当に陽介さんが書いてるんですかって言ってだいぶ失礼だと思われる。ゴーストライター疑惑。うん、まああの頭のゴーストライターも大したもんだよね。その方がすげえと思う。ゴーストライターだったら。はい、まあそんなわけで、うん、大地くんいじられキャラになったのは、はい、ここどのぐらい、ここ2、3ヶ月だよ ね。決定ついたの本当ここ見越しあたり2週間。なんかね、うん、さっき、その辺から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 なんか口だけ番長臭がすごいしてきてるもんね。一番酒強えぜって言ってきたりとか、一番戦力にならない。ならないわ。なんか、腕相撲で俺を倒すと息巻いてたやつが、初回の初戦で負け、いなくなるわ。あ、番長疑惑。そうそうそう。あげくタバコやめましょうよと俺に吹っかけてきておいて、で、じゃあ吸ったらどうすんのって聞いたら、いや吸ったら全部おごりっすからねみたいな感じになって、うん、もう分かったいいよっつって、俺負けそうだなって思いながらやってたんだけど、結局第一ぶっかぶかしますってし。あ、番長だね。そうそう、だからこの前第一聞いたの、うん、俺に何が勝てるのって。それは勝ちじゃねえから。何度も言うけど、ゴーストライターに1万円ってやめてください。じゃあ1万5000円ってどういうことだ。若さ。ああ、唯一か。まあでも2も見た目がね、見た目そんな若くないよね。ただしかもね、若けりゃいいってわけでもないしね。何にもね。で、挙句今ちっちゃい仕事任せたらそれすらもう。帰ったらへこむよな。あいつね、あいつね、結構ね、ここで笑ったけどへこむのよ。ツイートするぐらいが相当ですよ。あいつへこむのよ。へこむんだけど、あいつ一回とことんへこんだ方がいい。そこを味わった方がいい。そう。あ、そっからこう立ち直れる強さを持ってると思うので。忍耐強さ。まあまあまあ、どうでもいいんだけど。結局どうでもいい。周りには5分ぐらい使ってきた。もったいなかったね。せっかくの最初回。いやいや、本当あったね。でもね、結構いろんなネタが、ね、まあ加藤さんやら篠田さんやらね、うん、編集うまいなと思ったけど、あの好きだよーロレンちゃんだーの好きだーって面白かった、ね。あれただの なんともあれ違う、なんかね、俺が言ったんだっけかな、陽介さんやってましたね、政権好きしながら好きだーって言って、告白しろって無茶ぶりが普通にここで好きだー。
しかもあの時ケイちゃん結構気遣ってかっこいいって言ってなかった。イケメン兄弟、イケメン兄弟って言ってた。イケメン兄弟ってさ、ちゃんと気遣える子なんだよね。なのに、なのにだよ。なのに、ちょっとうろちょろとか。明日も探しないよ、うろちょろ。邪魔とか言ってる。しおさん邪魔。ものすごい迷惑そうだった、うん、あそこは良かったと、ノリ的に編集、うん、あ、編集褒められてるよ、ありがとうございます。カンプ、あ、カンプ元い、カンプだけまで叩き潰す部長。いやいやいや、そんなわけないっすよ、206さん仲良しですからね。まあ後々根に持たれてるかもしれない。間違いない、ね、間違いない、はい、ということでですけど、はいはい、あれだね、やっぱね、1回目はさ、僕とあなたとK と3人でね、こう、うん、割合こう表に出てやりました、はい、ね、もちろんね、裏ではいろんな方に助けていただいてたんですが、でも、まあ、今年はその青年部のいろんな人に前に出ていただこうと、はい、でなるべく、まあまあ、お手伝い的な立ち位置で僕とかあなたとかがいてやりましたけど、うん、まあ、今は振り返ってみると、うん、いや面白いじゃないか、ね、うん、ね、それぞれ特色ありますね、ね、うん、いろんな委員会でそれぞれやり方もあったりして、うん、まあ、結構ね、ありだったなと、うんうん、ありだったのかしら、ありだったんじゃないですか、そうじゃないですかね、うん、と思いますけどね。いいキャラクターね、いっぱいあって、そうそうそう、加藤さんがね、皆さんから TL の皆さんが大人気、加藤さん、そうね、加藤さんってね、まさかね、あれ結構面白いよね。あの告白されてなびく女性はどのぐらいいるかとか。もう一回流しますか。あれ、あそこだけ、いやいやいや、そこで調子乗ってもう一回流しちゃダメだよね。あ、なるほどね、そうそうそう、もう一回見ちゃうと、うーんっていうリアクションしちゃったから、ね、うん、あれ急に来たから、ほら、そうそうそう、うん、面白かったっていう、ね、206さん、ジェネの話が総集編後半って、お金ないっすよね、あ、お金ね、あ、そんな下りもありましたね、下りとか、まあ事実だから、ね、そうですね、お、いやいやいや、そんなことないですよ、そんな、なんね、市民の皆様のためにね、市民の皆様の役に立つのであればね、うん、心ってあるんですかね。分かんないけど、先週あれだったよ、こうなんか俺財布出したら、こうなんか、え、その財布立つって言われたから、いや立たないと思うけど、立たんってなったんで、はい、立たねえ財布もあんだって言ったから、ね、必ず帯で入ってるわけですね、じゃあ、うん、帯、うん、帯いらないよ。バックパックに全部入ってる。バックパック、あ、これに入ってるんですか、そうそうそう、あ、これ全部お金、そうそう、立つ、立つ、そうだよ、こここういう風に3列入ってる。だいたい600万ぐらい入ってるの。それ君たちキャッシュ派。あ、ブラックカードお持ちなんですね。いやいやいや、いや、でも本当に金持ってる人は現金だから、ね、本当に持ってる人は現金だ、ね、立たない財布しかない。小銭は10万円金庫。あ、まあ、まあ、チャラチャラ言いますわね。うわ、いいなぁ。うわ、おっかなっかな。いい、マサーネだって。何人だよ、これ。マサーネ。気持ち悪いね、ほんとに。そんな気持ち悪さ。お、出るのかなぁ。出ちゃうんですか、206さんの期待通り。出ちゃうんですか、いっちゃいましょうか。おう、総集編。総集編。もう入っちゃった、B バージョン。いや、タイムスケジュール。タイム見るとちょうどいい感じだよ。あ、そうですか。うん、おう、なるほどね。できますか、はい。行きましょう。はい。じゃあ、総集編。総集編。はい。B バージョン。はい。B バージョン ?B バージョン。まあ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 。はい。お送りします。はい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 。いきまーす。はい。スタート。そう、マレの子ですねって言って分かりますかね。マレが好きだよ。打撃って何、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 打撃ですか、インパクトってのは、インパクトは打撃の意味、インパクト、まあ、いやいや、マレ何をつくかさ、何を切れるものないよ。お前腕だって、腕、腕だ。じゃあこれ今ならドサを見たで、ドサを見たで、うん、
39,060円のところを、ところを39,000円で。おお、安い。60円。めっちゃ笑顔だちゅう。めっちゃ笑顔。キラんじゃん。兄であります阿部拓海。彼はなんとなんとヤブサメの存在。ヤブサメ。その前にまあ味噌ぎっていうものを説明させていただきたいと。味噌ぎっていうのがありまして、佐賀市番組9月15日例大祭本番です。その1週間自分をきれいにしてきれいに丸まって、はい、馬に乗っても馬が怒らないようにして祭りの成功に導くというのが禊という行事です、ね、それを皆さんに理解していただいた上で、はい、さあ匠君、はい、行ってください。はい、じゃあはい、しこって禊ダメもうねこれ怒られるため怒られるため、神社から怒られるためめちゃくちゃバレてるバレてるバレてるもん。隣でね、ケイちゃんより香ばしいね。香ばしい。あと2番目の2番目が出ればもう全制覇ですよ。ここに来たこと一回写真撮ったんですけど、それを確認のためにケイちゃんに電話したら、ね、こっちじゃなくてね、こっちいると多分超テンパるんだよ。でこっちいるとどうなんだろう。Kがね、次メイドコスで出ろとかね、猫耳メイドとかね、いろいろ来てるよ。白を基調としたメイドスだ。なんか着てほしいよ。おジョニーさん聞きましたか、今の上から上からな感じ。カモに入れたいんやろ。そう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 、あ、カモがネギショップ、カモがネギショップみたいな。うちは果物メインで、果物メインで、果物、はい、あれですね、それの出がけますね、天丼の方に抜けるところ。マグマさん、あ、違う、場所って作るスタンドの方です。スタンドの方か、チェリーダンドです。ああ、はい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 、すみません、なんかすごい勘違いしました。分かった、設定分かってね。メガネ忘れてきて何にも見えなかった。お、見える見える、見える見える。皆様もローラーバシバシバシ。あー、すごい。笑われてる。出るなよ。出るなよ。よかったよかったよかった。ちょっとビール取ってもらった。よかった。学びしてねえわ。くれる。みこしの祭典だ。なんてさりげなく飲んでんだよ。すいません。あ、ジョニーさん何言ってんのかな、よくわかんないよ。ほら、コネさんからね、うん、一応ヤギだ、一応ヤギ、うん、どういうことかな。ほらほら、ジョニーさんがね、ヤマルってなった。ああ、ヤギね、ヤギ、ヤギ、ヤギ、はい、3、はい、ねえ。はい、泣きが一発入ってますね。で、まあ、話ちょっと戻してですね。俺のね、知り合いにね、太田くんっていう、全然あれ、俺イニシャルトークしようと思ったと普通に太田くんになっちゃったんだけど、見ちゃったっすね。太田くんが刺されたのさ、何回か地鉢っていうのが初めにこうダメだな俺。ああ、いますね、あれに刺されて、何回目か刺されたら目の前がね、頭グラグラして目の前真っ暗になってきたんだと。おこれやべえと思って車乗って医者に行こうと思ったんだけど、どんどん目の前真っ暗になってくるんだって。で、対処法として車のライトつけてみたんだ。でも全然明るくなんでっけっていう、ね、当たり前だっていうね。ねえ、あ、そうなんですか。知ってる人、知ってるよ、ヘイ、hey!
ってね、全部わかんないよね、前に。わかんないよ、わかんないで。ちっちゃい子供とかいないとわかんない。すぐいたけどわかんない。関わってないから。そうそうそう。そうでも美味しそうだね、やっぱね。だからね、これで、みんなでこう、下に見てちゃダメだね。確かに、やっぱりね、結局さ、頑張ってるよ。すごいのも、すごい、結局の面白いすごいよね。もちろん頑張ってらっしゃいます。ね、だけど、コンビニ、下か、商品開発いくらかね、話になってきたら、見ちゃいけないと甘いけどね。はい、というわけで。おお、あ、そっか。うん。水分一気にね、取られちゃうもんね。うん、ほら、もうない。お、もうこのぐらいで食べれるぐらい、うん、サクサクなんですよ。で、ふわふわなんですよ。今日の俺ぐらい。ふわふわだね。ふわふわだね。このマカロンは、ちょっとマカロン革命ですよ。マカロン革命、うん、なんでも随分。ちょっと自分の言うために。なんか嘘くせえし、かっこ悪い。マカロン革命だって。なんだそれ。じゃあ、マカロンレボリューションですか。いや、一緒だもん。一緒だもん。割とこう素人っぽい方が伝わるかなっていうのもありますので、はいはいはい、うちの二藤くん、はい、ウェインの二藤くん結構イケメンですよ、そうね、はい、皆さんイケメンが見たいかどうかは知りませんか走り出したね、走り出したなんかどん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 なんか寒い風がそっちから来るんだけど、はい、割合俺大丈夫じゃねえのいや何度かなんか冷たい風吹き起こしてる本当、うん、終わります、こっちの部位終わりまーす。はい、終わりました。わあ、結構あれだよね。わあ。いやいやいや。先週フューチャーされてますね。だいぶ、はい。あ、お疲れ様。ああ、板垣さん、お疲れ様です。さあ、どうもです。マカロン革命とかいろいろ名言出てましたね。マカロンマカロンさん今見て言おうと思うけど、まあ、先週の僕は本当良くないね、良、はいはい、くないね、くないね、ごめんなさい、なんだろう、なんかね、あ、稲垣さんか、そう、稲垣さんか、なんかアイコン変わってる、そうなんですよ、ブログも稲垣さんこの、稲垣さんがかっこよくなってる、かっこよくなってる、なんかね、うん、先週はね、お礼じゃなかったよ。そうね。ね、なんかちょっとニュアンスがね、うん、ちょっと変わってたわ。あのね、先週ね、ちょっとね、いろいろありすぎた。おお、何があった？まあ、いろいろあったんだよ。我慢を勝手に自由からね。飲み足りないのかな。いや、あれ以上飲んでたら、もっと大変なことになってますよ。じゃねえの下りがなくて残念。ジェネロジェネじゃねえ。僕ヒロヤスさんもすいませんね。よかったよかった。ヒロヤスね、もうちょっといいとこいっぱいあると思うんだけど。いや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 。でもツッコミやっぱ秀逸ですよね。で、浩平さんがおっしゃるようにやっぱりね、これだけの過去を録から集めるってよっぽど好きか嫌いか、うん、どっちだろうね。嫌いな方かな。もう作るの大変でした。軽くさついみたいな。まあ、うん、仕返しこんくらいしかできないもんね。そうだね。あ、でも今回仕返しあんま入れられなかった。ああ、そう。ちょっともっとやりたかったんだ。もっと悪意を持って作りたかった。ああ、よかったのに。で、山下さんなんかおかしいですよ。コメントおかしいですよ。会長が鍋さんが悪い。なんで？稲垣さんとか、うん、森瀬さんとかいらっしゃる前で、うんうん、来週から会長になるからとか言うんで。じゃあもうすげえ悪乗りしてさ、稲垣さんも森瀬さんもさ。何でさ、木村会長。おう、バカが一人増えたのに。ねえ、稲垣さん。なんだこれ。おらら、あれ、イオンさんかも悪意の塊みたい。とりあえず、木村さん350、カン、カン。単位ですか、それは、やっぱり。もう、そしたらそんなんでいいですか。おーし、じゃあ飲もう。30巻ぐらいはあると思いますけど。いい匂いしてきたね。いい匂いしてきましたね。佐藤さん、初めて見たよ。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。
ます。初めて見た。ああ、ありがとうございます。最終回で初めて。ね、ありがとうございます。佐藤さん、ありがとうございます。総集編のいいとこ取りですよね。はあ、ね、いいとこ取りなのかだ。何度も言うが。いいという。まあ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 。何度も言うが。まあね、まあね。うんうん。お、アイスペルも回しちゃった。アイスペル回しちゃった。やっちゃった。ね、全国でやっちゃった。うん、いや回ってきたの。あ、そうなの。回ってきたし、うん、一回こう通り過ぎてくんだ。で、うん、だんだん減ってきたなと思って、そろそろなくなるなと思って、もう一周してくると増えて帰ってくる。意味わかんねえと思って。増えたの誰さ。わかんないけどね、もうね、やっぱね、皆さん素晴らしいパワフルなことばかりで、ね、パワフルっていうかもう、なんつうの、元気な子供。ね、元気、子供は通常元気なんだけどね。そう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 、さらに元気なんだ。お、お月さんだってあれだもん、うん、最終何時だろう、あれ1時過ぎから2時前ぐらいかな、うん、宮本直前、全国の会長と、うん、大月さんと、なべさんと、うん、焼肉食ってたもん、赤ワインの、ね、いや、だからさ、何時かいって思ってなべさんやるんだよね。なんで12時回ってから焼肉やって、冷麺とかならまた話も分かるさ、肉食うからね。肉、ブナブナブナバックバックカルビとか食ってるんですよ。ほんと、ぶわ、脂っぽいの。すげえ。羽賀さんの一つですよ、なべさん。赤ワインクッピクビ飲みながら肉バクバク食って、で、ああでもね、こうでもねって真面目な話全然、うん、すごいよね。すごいな、バイタリティーが。大月さんも、うん、ね、中に肉はきついですね。そう、なんか胃に穴と開いてんじゃねえかなと思うんですけど、ね、本当にでもその子太った感がないもんね、ああいう生活続けてても。スイーツですって言ってすげえ、うがんなみたいな。スイーツですか。焼肉が締めなんですよ。1日目しかも鍋さん焼肉締めで、2日目俺も、うん、1日目は焼肉食ってる途中に俺お邪魔して、うん、焼肉の残ってるのとかもらいながらワインもらって、まあある程度で帰ったんだけど、2日目はずっと付き合ってて、寿司2日目の締め、締め、うん、1時半ぐらいから夜中、うん、寿司米米寿司。いや、今大月さん、うん、考えてるよ今寿司は何お前大月さんハードル上げるじゃんか。そうネタ踏んだ川木さん、肉はスイーツじゃないと思います。僕はルネッサンスって言ってるし懐かしい。あったね、ルネッサンス。懐かしい。でも結構飲みの締めでガスト行ってハンバーグとかならあるかな。ああ、レギュラーさん、でもおいくつなんでしたっけ、レギュラーさんは。同い年です。 27? 27まだ、なべさん41ですよ。寿司はドリンクで、いやいや無理です、無理す、飲めないです。飲めない飲めない。しかも寿司の場にきっちり芋焼酎とかある。飲めない飲めない。寿司はドリンクです。なべさんが、石山さんもね、あの夜中にガストでパフェとハンバーグあとほうれん草をのせて食べる。あれ違う、ほうれん草のソテーは味きた飲んだの西山さんが全部来ちゃったの。3時ぐらいですよね。うちの西山さんも負けてないですよ。ああ、飲みの締めはラーメン派ですね。あ、まあ多いですよね。そうですね。サバイは結構そば、そば派もいますよね。寿司はドリンクです。カレーは飲み物ですぐらいの意見ですね。大月さんさすがです。さすがです。で、俺鍋会長がずっとあの寿司職人さんに言ってた一言が忘れられないんだけど、白子食べたいって言ったの。うん、そしたら職人さんが、あ、すいません、ちょっと白子今日終わっちゃって。じゃあ白子って言ったの。あ、鍋さん来たな、このモード来たなと思って、鍋さん白子ないですよって言って。感じより、じゃあ白子のり。白子のりって思った。ねえよと思った。なんかそれはないっすみたいな。横浜の人的にはスイーツで締めらしい。え、そうなの。へえ、甘いの食うのか。スイーツで締めか。そうだっけかな。なるほど。何、横浜いたかん。あ、いたね。いましたよ。あ、せいちゃんだ。あざ。あ、回す。この前結婚式の時はお世話になりました。結婚式行って、したせいちゃんさんが。カメラ、カメラ。おー、うん。どうしてもね、俺らのテーブル撮るときにフラッシュが光ってくれなくて。
あっからじゃん。え？あっからじゃん。逆光逆光。オートでした？逆光。白子どり伊藤四郎ってどういうことですか？伊藤四郎のネタ、あ、白子どりの CM。浜木さん、何でもメモんだよ。多分ネタに使います。白子。白子のり。天木さんどっかで言ってるんでしょうね、たぶん。天木さんという方が、あ、森の方で、森の方で来てくださってますね。はい。大月さん突っ込めないっす。それはフラッシュ。うん。うっす。突っ込めないっす。すいませんでした。それは突っ込めないっす。お前が悪いんだぞ。うっそ。俺なの。お前が全責任取るよ。俺なの。すいませんっす。申し訳ないっす。あの焼き鳥ツアーを企画してくださるっていう話なので、おお、朝前に、はい、おーおーおお、ぜひぜひ。その時はあの、はい、一切酒飲みませんので、全てのお迎えは彼がやる。もう任せてください。でも任せてくださいって言ったな、お前。大月さん普通に仙台駅まで呼ぶぞ。仙台駅の送迎。すいません、県内でね。県内までならどうですか。いやいや、仙山線でギリギリ山形入ったら呼ばれる。うちの佐藤は喜んでいく。喜んでいきます。まあまあ行きますけどね。行きます行きます。もうお世話になってますから。そうですね。はい。というわけで、まあ時間も時間ですので、今度は何？今日最後。はい、飲食店さん紹介、はい、最終回1軒だけ行ってみましょうということで、はい、締めになんとこのお店、なんと締めになんとこのお店、はい、なんと、はい、なんとこのお店、こちら、はい、はい、フードバー B 社員さんですね。はい、はい、もう宣伝出演者で人参娘 BGM でね。絶対やらせますもん。絶対本当やめてください。人参娘買ってきますよ。もう飽きた。人参娘。さすが人参娘。もうそろそろハッとしてグーにしてください。でも年ちゃん流れなんだよ。ということで、B 社員さんの今日おすすめメニューは、おすすめ、まあ、お腹が減った。両親ね、両親。別におすすめじゃないってことですか。両親。おー、これです。焼きうどん。はい。焼きうどん。美味しそう。うまそう。これ、ぶつ取りなしでいいの？ぶつ取りしないの？今日はなし。なし。じゃあ、前に。これ、ダダ漏れ用なんでいってみます。まあいいよ、あっち、前に。こんな感じ。これ、ザーとかこぼしたりしたら悪いんだろうな。振り？いや、さすがに振れませんわ。こんな感じで。はーい、これもう具だくさんのね。イエーイ。これ何？好意で、好意で？好意で。好意で、ありがとうございます。ありがとうございます。どうせ好意だったら、ごまネーズとかつけてくる。ポテトつけるって。さすが、ありがとうございます。ポテトも。ポテトまでありがとうございます。これ何？紹介しなくて、ただ食べろっていう感じなの？でもって、ナス君が当ててくれたトリスで、一応やっぱり。一応ありがとうございます。お気遣いいただきありがとうございます。いいっすね、すでに打ち上げモード、はい、超お腹すきました。焼きうどん、焼きうどん、焼きうどんめーっつってね。違うんです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。超お疲れ様でした。はい、206さんから、焼きうどんめーっつって一応やっといた。じゃあ、ワナトリス、ワナトリスでしたっけ。じゃあ、プシュって行くから誰か飲んで。いい感じ。じゃあ行きます。はい。最終回。はい。皆さん本当にまず送る、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。まあまあ、まだ終わったわけではありませんが、はいはい。まあまあ、この流れから。はい。一気だからね。無理っす。はい。勘弁してください。まあ、赤くなる平気、平気死ぬです。画面からいなくないです。はい。ということで。大丈夫ですか？乾杯の話では。乾杯だけ、乾杯だけ。やっぱりね、この野沢を作り上げた。はい。佐藤総大学から頂戴したいと思います。これはすみません、ありがとうございます。はい、死んじゃいます。本当死んじゃいます。ということで、皆様2年間、ひとまずですね、お疲れ様でございました。よろしく。そして視聴者の皆様も本当に支えていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます。では皆様も一緒に、パソコンの前でですね、画面の前で乾杯していただきたいと思います。それでは、乾杯！ワナビューでございます。しまーやっぱり、乾杯言っちゃった。ほら、もうファンマキさん、ほら。今言うたら、ほら、
お電話拾って私も呼ばれたのでさあお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。おわなびわなびって止まらない。ギリギリセーフみたいな。ネギオさん行っちゃったね。結構難しいね。ああ昼休みある浜田に恥かかしたわなびウェーってなってる。それでは改めまして、はい、わなトリスでございます。わなトリスさあ乾杯してみてから飲むしかねえじゃん。お月さんやります。おお、さすがさすが、さすが。え、俺らも。いや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 、おおさすが、さすが、お月さん、お月さんのためにすげえ。何何ゲップが止まんない。長かったね。いやートリス一気とかあんましないでしょ。しないよ。あんまこれ 7% ですかね。しかもちょっと濃いめですよ。結構あるよね。まあでも日本酒ねこのぐらい一気したと思えば別に大丈夫だ。ああなるほどね。やりました。お疲れ様でした。心を見ないでお疲れ様でした。あーポパイがほうれん草。いやいやいやタタタタタタってなんないっすよ。うおじゃあいただきますか。はい、いただきます。ましょう。B 社員の松田くんいただきます。じゃあポテトの方からいただきます。うん、でも本当ほうれん草とかね、いただきます。ポパイってほうれん草って元気になるじゃん。はい、ありますね。ほうれん草って言っても缶に入ってんじゃん。入ってますね。あれ日本ってあんまり馴染みないじゃん。ないですね。俺ずっと何食ってたか分かんなかったの。ポパイ緑色の緑色の変な薬品飲んで強くなってるおじさん。だってほうれん草だって思わないじゃん。ないもん缶詰のほうれん草。なんでお前ボコ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 。いやスパイシーで美味しい。いただきます。うん。そうそうそう日本人ですね。うん、そのビーチラインの店長です、うんうんうん、もちもちで美味しい。すごいね、やっぱ206さんも見てくださってるからね、いいなって。あ、そうそう、いいな、ついでに、うん、レギオンさん、うん、オフ会の案内の告知は、あ、最後になってるけど今でもいいんですかね。おう、どうでしょう、委員長。あ、いい、いいですか。はい、はい、じゃあオフ会の告知の方を担当のマスカー君の方から。はい、はい、ですね、はい、言っちゃっていいですか。12月4日、はい、12月4日鯖江駅の向かいにあります、北側入口の向かい側にある紀州さんにて、行います。一応7時半からスタートということになるので、まあ、ちょっと早めに10分前とかに、お越しいただければと思いますので、ぜひ野沢の忘年会皆様からのお越しをお待ちしております。ぜひぜひ、はい、今週じゃねえ。これ醤油だね。醤油、醤油ですね。はい。今週日曜日。今週の日曜日。はい、一応私のツイッター上でも何でしたっけ、あのイベント告知してこう出席の確認取るようなものを使って一回告知しますので、うん、ぜひ皆さんから出席っていうことでその報告いただくか、もしくは今行きますっていうことでツイートいただければカウントしておきますので。でもしさ、今見てくださってる方が、うん、いや俺も無理だよっていう人ばっかりだったらどうするの。ああ、そういえば予定早ってやっぱ来てるよね。まあ、ですよね。早い、はい、もうずらした方がいいでしょうかね。ちょっと早いっすよね、突然ですよ、ね、なんならだったらせっかくこう意見交換できるので、うん、ほら、俺ゲオさんも無理だって言ってるから、じゃあやっぱ合わせた方がいいですかね、うん、うん、ちょっと合わせれるような日取りで考えてみます。日曜って言うとやっぱ困るんですかね、皆さん、うん、土曜日とかの方がいいんですかね。今ここでそれ調整した方がいいですか、もしかして。12月10日ってなんかあったよね。10日もう1週間プラスだって、小江さんから。うんうんうん、うん、喜んで、はい、ちょっと熱も冷めないうちに早くした方がいいかなっていう話でしてしまったので、うんうんうん、まあ、あの都合が難しいようでしたらそれに合わせてずらした方がいいなと思いますよ、うん、はい、賞味だってね、そんな熱もないしね。うん、10日はどうなの。10日って何曜日。土曜日。土曜日ですね。24時までかよ。10日土曜日。10日土曜日だと皆さん少し余裕出るんじゃないですかね、多分。大事だね、大事。
第2土曜。第2土曜。皆さん第2土曜10日いかがでしょうか。俺なんかある。なんかある。キャンセルで。それできないやつだ多分。まあ俺飲めないからいつでもいいんだけど、あれギョンさんって飲めないの？俺飲めないんだけど。あ、コーネーさんは無理みたいですね。ああ、そっか。不調になるとこうなる。あ、10日ちょっと内輪で、あの青年部の飲み会が入10日入ってますね。おい、ダメじゃん。どうしましょう。あの加藤委員会でちょっと飲み会。おー、なるほど。あー、そうなんだ。いろいろさせていただければ。なるほど。はい。困りましたな。17とか。そしたら17とかになっちゃいますよね。多分 TL の皆様は言ったもん勝ちだと思います。この日どうみたいな。それでみんないいねって乗ってきたら、うんうん、それに合わせていくってなるんで、一番人が多いところの方がいいと思いますから、はい、17、 17、 これ17、 17、はい、日曜でもいいですよ。なるほど。日曜は、ね、じゃあ11日か18日ってことですか。日曜日でもいいよってこと。土曜って意外ときついんじゃないですか。皆さんなのかな。だと日曜の方がいいのかな。その前の金曜の夜とかはどうなんですかね、皆さん。結構10日だか9日とか16とか。意外と部員側が結構タイトかもしれないですね。部員、うん、そうです、ね、その加藤ケーテック委員会あたりで来週はすごくバタバタした感じがありますので、ちょっともう丸切り外してやっぱり17とか18とかその周辺に持ってった方がいいですかね。少し落ち着いてっていうのが、光栄さんも17っていう、光栄さん17 OK。 あと他の方からはね、いかがでしょうか。いかがなんでしょうか。17土曜日、はい、17土曜日いかがでしょうか。亀さんとか見てる。亀さんは今日はまだツイートないです、はい、うん、前回もあのご出席いただいたので、ね、あの最後の方で、ね、一番最初コメントしてくれたのみのすけさんは、まあね、今いらっしゃるんでしょうか。どうなんでしょうかね。ぜひぜひどしどしと去年来ていただいた方々、はい、どうなんでしょう。のみのすけさん山形、うん、山形電車でいらして、うん、前洋介さんと青森とかに行った時に、なぜか飲みのすけさんとあの市場でばったり会ってしまって、 あれ飲みのすけさんって県外の人だったっけみたいなのがすごい頭の中で誤解が生まれてたんですよ。あえ、なんでここで会うのかなみたいな、すごいびっくりして、あ、小平さんが日曜なら泊まりで行けるかもって。おっ、あと 18?ということなんですかね。一番遠方の方は浩平さんかな。浩平さんそうですね、うん、あ、なるぱいや、なるぱ一番遠いと、ね、おい、なるぱさん稲垣さんとかね。稲垣さんとかね。いや、なるぱったら今、浜崎さん黙っちゃったね。浜崎さん黙っちゃってんだよ。そうですね、すいません浜崎さん。今横浜ですから、なかなかね。せっかくなので、こうね、こう山形にこう、みたいな。言っちゃって、ダメダメですか。いや、いいと思う。ドサーのメンバーに、ね、いらっしゃっていただけるので、最高にありがたいです。ご旅行にいかがですか。互いにご旅行いかがですか。まあ、年末だからね。おいしい食べ物いっぱいありますよ。お忙しいだろうからね。うん、そうですね。ということで、じゃあ18の線で、ですかね。飲ませないならいつでも行ける。飲ませないならいつでも行ける。これフリーですよね。飲ませろと。そう、絶対フリーですよね。ノ、うん、サーの流れだと絶対フリーですよ、ね。フリー、うん。うん。まあ代行で買えるっていう手ありますからね。うん、そうそう、かなり上手になってる。なんだろう、ちょっとあお酒が入って、ちょっとこう気が楽になった感じがあるんじゃないですか。多分洋介さん来るとまたこう黙り始めます。なるほどね。なんだ、いや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 、18ということ、18の方向ですね。18日曜日。18ですか。幼稚園のお遊戯会じゃないですか。浜脇さんもね、ぜひ。ああ、旅で、そうですね。浜脇さんともぜひお会いしたいんですよね。超ご案内しますよね。17、18空いてますんで、浜脇さんもしお越しいただいた暁には、ね、佐賀屋をね、うん、いろいろ連れ回しますので。18ですね。もちろんね。ちょこまかちょこまか。18。18日曜日。はい。かしこまりました、僕。はい。時間が7時半です。7時半。からいや、待って、18、あ、コネさん、10、20、0の月日外してもらえば
デジカメプリント0円の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 円か、なんか切れてるからいくらなんだろう。19日の早朝から鶴岡へ連れ帰ります。連れ帰ります。連れ帰ります。誰を行ってこよう。ケイスケを19円19円の地。浜脇さんもじゃない。浜脇さんが浜脇さんもう連れ回される感じ。浜脇さん来てくれるの嬉しいですね。ねえ、お会いしたいですね。浜脇さんを鶴岡連れてって、鶴岡で浩平さんのところに泊まる、うんうん、おもてなしをして、熱いおもてなしをしていただいてパターン盛り上がっていただいて、まあまあまあ、まあ、喜んでる。浜脇さんの日にこの日だったら来れるって浜脇さん。すごいね。浜脇さんこの思いつきできたらこんなかっこいいっすね。かっこいいね。なんかどっかの県連会長みたいに。おお、なんかいたね。浜脇さんに決めてもらいましょう。浜脇さんがいい日になっちゃいますよ。それがいい。で日曜だ。怖い。浜脇さんに決めてもらいましょう。じゃあ浜脇さんいつでしょう。なんか来てるぜ。決定事項。あ、旅行代今から大変だ。でも今夜行バス片道3500円とかで東京から山形に来れるんですよ。浜脇さんどこだっけ、関西で。横浜あ、横浜だとね、車で4時間半くらい。車で来ていただくのかよ。あ、12月からあの高速無料だ。安くないの。安くない。あ、そうか、全部無料じゃないか。途中までなんですけど。あ、なるほどね。青年部の人は講師として招待すれば。なるほどなるほど。お、講師と、パチパチパチじゃねえよ。佐藤伝熱さんで読んだらいいんじゃないですか。あ、そうだね、お金があるから、横浜まで迎えに行くとか。お前、腕上げたな。よっすやっぱ、ガッス。今感動したよ。この流れなんかおかしいぞ。先輩のことです。でも、いや、浜木さん行かないっすよ。行かないっすよ。待ってますよ、待ってますよ。行かないっすよ、浜木さん。マックマン。横浜と神奈川って違うんですか。はいはい。浜脇さん今神奈川ですよって来たんで、うん、横浜厚木かどっちどこだっけ。お前の今の質問は佐賀江と山形は違うんですかって。横浜県ですじゃないです。神奈川県横浜市です。すいません大丈夫か。やばい、横浜県です。横浜県、横浜県。まあ、横浜市じゃないんですけれども、うちの高政くんもこの前言ったからね、名古屋県って。マジで。マジで。ちょっと残念だね。ちょっと残念だね。お、行っちゃうかなって聞きますよ。うん、おお。吹いた。吹いた。マジっすか。もう来ていただける。超楽しみなんですよ。超嬉しいですよね。やった。マキさん、ほんと来なきゃいけなくなっちゃった。追い詰めちゃった。浜木さん、ゆうべもテクテクってどういうことですか。どういうことなんだろう。ずっと歩いてくるってことですか。夜歩かれてるんですかね。パチパチなんだろう。パチパチなんだろうな、これ。あーあー、なるほどね。なるほどね。あ、なるほど。浜木さんとお会いできたら楽しいね。イラストの通りなんですよね。なんかはめられた。いやいやいや、はめてません、はめてません、はめてません、うん、そんなのメスもございません。あの野沢では伝えきれないこの思いがね、思いがね、思いがね、思いっていうか面白さもね。下の起きて毒っ気とかね、毒っ気ね、起きてをしていただいて嬉しいね。ねえ、吐くつく、吐くつくね。横浜から来てくれた。神奈川県からお越しの。今までだって浩平さん前来てくれた時だって、うん、すげえ嬉しかったね。そうそうそう、鶴岡、うん、からわざわざ来てくれたんですか、うん、って言われましたね。そう、あれ、それがね、すごい嬉しかったですね。一気に横浜って。この勢いで稲垣さんとナルパラさんも、いや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 、そこまで。そこまで。稲垣さんもだって離脱しちゃったじゃん。いい、今日ナルパラさん来れてない。ナルパラさんまだいらっしゃってないもんね。俺、横浜中華街も
行ったし、港未来も行ったし、桜木町の餃子の王将、餃子の王将もいや、そんなこと言ったら自分もこの間八景島シーパラダイス見に行ってきましたよ。いや、何の対抗心、わかんないけど、よくわかんないけど、横浜行った自慢みたいな。あ、横浜じゃないのかな。いや、そこじゃないですね。そこじゃないと思うんだな。楽しかった、木こりの公平さん。木こりな、木こり、木こり。あー、ペンギン。ハケジマ、ハケジマね、ハケジマ、ハケジマね。可愛かったです。いいね。でも横浜はね、街いいね、楽だね。楽っていうかこう本当こう居やすい、居心地がいいと思う。東京と違って近代的なものばかりじゃないですからね。コウネさん、私の職業バラしてはいけません。あ、いかんせんだいぶあれですね、真実味が増しましたね。木こり、仙台に保証できる前に行ってみたかったんで。あ、なるほどね。コウネさん、 IT 企業じゃないんですか。おお、知らないんだお前。え、98年ベールに包まれた感が結構あったんですよ。え、誰が。パソコンさんでしょ。コウヘイさん。いや知識がすげえ高いっていう。いや違うよ。とても足元に及びません、すいませんっていう感じだったんですけど、98年ハマスタ通ったなって。みんな好きさん、どこにでも行ってるの。98年というと横浜スタジオに、まあ何か暑かった時なんですかね。もしくは15年前ポテト食べていいですか。あ、コウヘイさんの職場知らなかったっけ。何みさとだっけ。あのハマスタで必ず毎年ライブするんですよ。忘れ去られた、多分忘れ去られたと違うと思う。忘れ去られたってすごいきつい言葉だよね。違うけど、分かり始めたじゃん。ほんとすいません、いろいろすいませんでした。本当に今すいませんでした。素でやっちゃいました。俺横浜通り越して過ぎた。作詞しちゃった。作詞しました。すいません。忘れさ。何回も言うな。なんか俺は毒があるみたいだろ。横浜通り越して過ぎたな。な、過ぎたなんですか。過ぎたなんか。過ぎたってなんかありましたっけ。あんまり何もないですね。ないですか。まあ、ということで、だと何、はい、12月18日、浜木さん、ね、浜木さん、浜木さんがいいのかな。さすがにね。浜木さん、どの日都合はいいんだよ。どうしても追い込む。その日に合わせて、お姉さんが最初に、あ、だこの日だったら一緒に空いてるから一緒に行こうねっていうふうに話になりますよね。まあ、遠い人から。でも、小平さんは日曜日がいいって言ってたよね。ちょっと18日が日曜日、浜明さんの後のご予定はいかがなもんだ。そうですね。お疲れ様です。ただいま夜勤中により、ということで学校は10編者行くのも好きだね。10編者行く。前乗り。どっかの県、ね、どっかのね、県会長みたいな、ね、その辺ならいつでも。おー、すげえ。マジですか。え、じゃあ18にしちゃう。小林さんも OK みたいですからね。はい、18。すんごいことになってきたよね。今年は被災地復興で木こりも忙しい。お疲れ様です。じゃあこれで、じゃあ改めまして、はい、12月18日、日曜日、はい、ダイニング紀州さんで、はい、7時半からですね。7時半から、はい、はい、決定で、はい、決定、はい、決定、はい、のさ忘年会、はい、忘年会、おー、やるなって。え、光栄、光栄さんもぜひお待ちしております。お待ちしております。そうです、1218です。前日入り浜脇さんしましたら、あの、私、あの、エスコートというかガイドしますので、はい、ぜひ。ここに止めるの。こ、いや、あの、こう観光っていうんですかね、はい、寒河市のいいところですね。観光地、ここ。ここはちょっとね、ちょっとまあ匂いとかあるんで。いや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 、匂い、匂い、自
分で言った。せいちゃんさん、2泊3日でやったらいいべって。しかも他人事。せいちゃん来てくださいますよね、18日。もちろんね。もちろん近所ですね。ね、高年さんも来てもらって、ね、高江さんも来て、ね、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ジョニーさんも来れればね、いいんだけどね。そうですね。大丈夫かな、高江さん来れるのかな。被災地復興。聞こえ忙しいらしいですね。大丈夫かな。かなりワクワク。こちらこそワクワクですね。大変なことになってまいりました。大変なことになってまいりました。すいません、巻き込んで。言い出しっぺなんですけど横浜だからね本当に神奈川から来るってのはすごい、ね、逆にこっちから行きたいぐらいだよねそうですよね、そっちの方がね何そっちの方がなんだろうね何がそっちの方がねって言って、いやいや俺はあの 3月のあら3月のやつで卒業旅行で卒業旅行で神奈川神奈川減って急に目的地が変わった山形県民全力で接待します接待します、はい、じゃ あの青年部もまあ少し集めて、ね、そうですね、じゃあ、はい、浜脇様様で集める担当は、はい、野口くんそうね、そうね野口くん接待といえばいやでもさ、今日俺思ったんだけど、ね、散々言ったじゃん、何にもできねえって、うん、そんなことないと思うんだよね、あ、マジでできると思うんだよね、いや、そんなできない子なんか誰かいたっけ、いないいないいない、さあ、ね、青年部にね、できないなんて子はいない、はい、ってことで、はい、今回の漢字は第一に命じます、おできるね、できるね、よいしょお前さそれがダメなんだってそれで自分でこう上げちゃうからダメなんだそれで初戦で負けるからダメなんだできる子勝負まあじゃあ漢字あれな漢字じゃねえよ第一漢字紛らわしい第一漢字なじゃあ決定ということで、ね、決定ということで、はい、何集めるの青年部え何人ぐらいといいですかねあんま多いと大変だね青年部だけで囲む青年部だけで囲むのもそうまあ来ていただける方いろいろいて、うん、だからさっきほら出たね、うん、ようなやからやからそうね、そうね、誰が来てほしいか聞いてみますよレギオンさん僕人見知りなんでって今さらダメですもう来てください気になるのは綺麗どころなんですがニヤニヤ女性を連れてくるってことですかケイちゃんケイちゃんケイちゃんにちょっとね来ていただかないとね女性いややっぱ誰から来てほしいか誰か来てほしいか聞いてみます、うん、そうですねやっぱうちさんですかうちさん沙織さんそれじゃあ二次会できればいいじゃん。ああ、二次会そうですねあとは出ていただいたヨコさんあヨコちゃん出ていただきますヨコさんあと、と誰だ女性だとだいぶなんか野宮の妹とか野宮こうはしごする感じかなりベロンベロンになるんだよ奇襲行って6名行ってうつさいよベロンベロンになるんだよまあいいけどそう回るずっと回る、うん、あ中島さんあ、中島屋さんだね、お願いしてみようか、みきちゃんとかね、うん、来てってそうねいいかもいいかも、ね、うんうんけいちゃんとかえでちゃんとうんたくみと嫌がるだろうな、けいちゃん嫌がる嫌がる、嫌がるだろうなあーかもね、たくみなんであんな仲悪いんだうん、でも、うん、だいぶ復旧したんでしょだって復旧したって、うん、復旧って何工事みたいな何その被災みたいなまあある意味被災だよねそれやってからは仲良くなったっていう話は本人からも伺ってるって言ってたよね何か分かり合えたみたいよあの年で修復でって言ってる修復でって言ってる復旧じゃなくてはい、あやっぱあと10分ぐらい来る人はいろいろこうお楽しみにしていただきましてはい、はいまずちょっといろいろね進めなきゃいけませんので、うんはい、まず B 社遺産の、はい、焼きうどん、はいフライドポテト、はい誠にありがとうございましたごちそうさまでした B 社遺産の住所だけ一応言っときましょう、はい寒河江市、はい、本町、はい、ずんと2の
1-37、はい、電話番号 0237-855354 不定休で、営業時間は夕方6時半から、深夜1時までとなっております、うん、フードバー B 社員さん、はい、ぜひ、お立ち寄りください。本日はありがとうございました。お疲れ様でした。あ、のみのすけさんからご質問、5時頃からやってる焼き鳥屋さん紹介してください。あ、皿屋さんとかです。何だと、飲みの助さん5時に5時にこっちに来られるってことですか。ああ、全然いいですよ。前乗り、若干の前乗り、はい、大丈夫です。飲みの助さんお気に入りの野口付き合いますから5時お前飲みの助さんも付き合わなきゃダメでしょ。わかりました、いきます。俺も幼稚園のね、その日ね、幼稚園のお遊戯会あって、うん、その後ね、なんだっけな、なんかあったんだよ。あれだ、栄学園のクリスマスパーティー、あー、それ終わってからなので、ちょっと時間が夕方ぐらいだから、うん、まあちょっと、うん、ぜひ、焼き鳥屋、レギオさんも早く来てくださいね。じゃあ飲みの助さん行きましょう。松田店長面白いよって、はい、松田さんを呼ぶね。松田店長面白い、うん、来れないよね。206さんって、松田とは会ったことあるんですか。あ、でも二次会前の時の忘年会行きました。忘年会するんですよね。あ、そっか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 、うん、B 社員さんで二次会しましたから。そうだそうだそうだ、はい、皆さん多分行ったことある方は、うん、はい、だからなんかね、カメラ向けると面白くないんですよね。ね、うん、でも普段は面白いの、うん、誰が松田、面白い面白い。あ、そうなんだ、うん、面白いんだ見た目がね。あ、なるほど見た目はい、サラヤさん、うん、そうだね、サラヤさん、ショウちゃん、5時だったら結構やってるとこ多いね、サラヤ焼き鳥屋さん。サラヤさんって5時からですよね。あ、そうです。ショウちゃんも5時からやってるんじゃない。あ、ショウちゃんもなんですか。鳥竹さんとかもやってるのかな。とりあえずサラヤさんですね。まあ、サラヤさん、そうですね、はい、うん、だからサラヤさん行って、ショウちゃん行って焼き鳥屋まあ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 、その辺はちょっとね、はい、野口くんとも相談していただきまして、そうですね、野口くんのフェイバリット的なところにお連れするでしょうから、責任を持って、はい、はいはい、かしこまりました。絶対させていただきます。佐賀市商工会宣伝部で仕込んでありますんでもうだいぶ佐賀の中に顔がシートしておりますので、はい、ということで、はい、もう一つちょっとお話しさせていただきたいことがありまして、はいはいはい、実は、はい、こちらの野沢ね、うん、去年は相場へ相応プロジェクトという中の一環でさせていただきましたが、うんうん、はい、今年は、総地委員会さん、羽賀さんが委員長を務めていただいている総地委員会、はい、地域を作る委員会の方に、はい、まあ、面倒見ていただきまして、うん、まあ、この度のような流れになったんですが、はい、では年間事業でやってた相場へ相応っていうのはどうなってるのというようなお話だと思うんですけども、うん、はい、実はですね、今年相場層プロジェクトっていうのがそもそも何なのかという話になるんですが、うん、はい、相場層、思うですね、想像の層、はい、思う、はい、に倍っていうのがバッテンですね、倍、はい、4×4 みたいな感じで 2×4 みたいな、うん、2×4 みたいな、うん、の倍で、層が今度また想像の層、クリエイトの方の層ですね、はいはい、作るということで、佐賀を思いながら佐賀を作りましょうというようなプロジェクトなんですけども、その一環で野沢も始めさせていただいたんですけども、あ、そうだね、はい、それが一番わかりやすいわ、うん、はいはい、そんな中、今年に関しましては、はい、スイートスイーツというものを3年目となりますが、はい、続けておりまして、はい、スイートスイーツの方は11月の、今年は12日でしたっけね、はい、はい、に、大盛会のうちに、はい、は終了させていただきました、はいはい、ね、参加人数も100人限定ってやったらもう本当に1週間ちょっとぐらいで埋まっちゃってね、うん、ありがたいことだなと思ったわけなんですけど、はいはい、その他そちらは実はちょっと難しい話になるんですけど、うん、交流人口の増加っていうのを目的とした事業でして、スイートスイーツはとにかく佐賀に足を運んでいただく人を増やしたいと、はい、そのためにそのカップリングっていう要素も含んでるんですけど、まずはその出会い創出っていうのを考えて交流事業というのをやってきましたね、うん、はいはい、でそちらの中でもう一つの今年から中核となりますのが、うん、夢紡ぐ絵本というものを、うん、今やっておりまして、うん、はい、そちらの方は何かと言いますと、はい、まあ、そちら3つに分かれてまして、はい、1つがパパ絵本ということで、うん、我々は商工会青年部の街の活性化を考える、う
ものであると同時に、はい、家庭に帰ると一人のパパに、うん、まあまあもちろん独身者もいらっしゃいますけど、うん、パパであるっていうのも多く、はい、まあそういった意味でもその子供に絵本を読んであげたいと、うんうんうん、そういうのを勉強するために、佐賀市立図書館の館長さんなどのご協力をいただきながら、うん、子供たちに絵本の読み聞かせ読み語りをやってみたり、うん、自分の本を読む技術を、構築するために講習会を受けてみたりというようなことを、やってる授業が一つ、はい、それから、もう一つが、今佐藤相談役の方に頭を取っていただいてます佐賀絵本という、はい、佐賀絵本佐賀絵の絵本を作りですね、こちらの方はちょっとじゃあ佐藤相談役の方から一言を頂戴してはい、はい、牧村部長の方からですね佐賀絵の歴史とか何かしら物語的なものをリサーチしてその中から何か絵本にして子どもたちに佐賀の歴史を教えるのにですねいいような題材ないかというテーマを頂戴しまして、うん、で委員会の中でいろいろと探してですね、テーマまでもお話していいんだよね。うん、いいいいね。佐賀市に皆様ご存知ジオン寺、というところがございます。絵はの道。いや伝わらないです。無理。それはね話になったんですけど、伝わらないからやめようってなりました。そう。どうかご了承ください。結構ちゃんと真面目にやってるんで、この件に関しては、この件に関しては。平下さん、俺も真面目に書いてます。あれで、真面目に書いてあれだから問題だよね。そうやってジオン寺の中に佐賀に昔ですね、豪の名教主に定重という武士でありながら、画家、武人画家の方がいらっしゃって、その方が描いた絵馬があるんですね。その絵馬が夜な夜な、あまりにも素晴らしい絵なので、絵馬から飛び出して、佐賀の街を荒らしたという言い伝えがあったので、それを絵本にして、そして子供たちに何か、ね、私たちが、読み聞かせをしながら歴史を伝えていきたいなという思いでですね、今その絵本の制作をしておりまして、まあ、3月4月ぐらいに完成予定で、うん、進行しているところでございますですね。はい、ありがとうございます。で、まあ、完成した暁にはまあ市内 の、 その公共施設とかね、そういったところに寄付させていただいて、はい、それを読んでいただいて子どもたちに、うん、でまあ、佐賀の町をもうより好きになっていただきたいというような狙いですね。まあ、難しく言うとこれは定住人口減少抑止という形ですかね。本当に難しく言ったなというような形で、まあ、絵本を作ろうと、はい、今度そこからまた派生しましてもう一授業、ちょっとなかなかいろいろね部員さんにはご負担をおかけしてるんですけども、うん、まあ、その佐賀絵本で作った、まあ、ジオン寺の絵馬の話を元にした題材にしまして、うん、絵本の劇場をしたいというふうに考えておりまして、うん、はい、絵本を題材にして、人形劇というものを自分たちで人形とかも一から作って、うん、はいはい、話も一から作って、まあ、人形劇をしたいと。でその青年部にしかできないであろう、うん、青年部の特色を生かした絵本劇場というものを構築するように今動いております。まあ、今ねこの絵本に関しては今年創生年度ということもありまして、うんうん、なかなか手探りでこう、うんうん、まあ、まあ見えない中で進んでますけど、まずそのどうにか形を成してね、まず青少年育成というなかなか今まで商工会青年部やったことのない事業の方向にはなるんですけども、うんうん、そこからその地域のちゃんと活性化につながるような、青少年育成だけで終わしちゃダメだからね、うんうん、僕らの団体は、うんうん、とにかく町の活性化につなげなければいけないので、うん、青少年育成から、はい、作れるような地域活性化というものを考えながら、これからも、青年部は頑張っていきたいなという、うんうん、ちょっと真面目な感じでね、はい、最後ちょっと宣伝をさせていただきましたが、はい、これさ、絵本も舞台も、うん、ほら今浜脇さんとかは皆様ちょっと触れる機会が少ないよね。これうちのホームページ青年部のホームページに動画でアップしたらどうかね。おお、いいかもね。読み聞かせしたりさ、その舞台を、うん、それ著作権俺らにあるんだから OK でしょ。うんうん、イラストとかでもいいんじゃないでしょうか。ねうん、はい、どうなの、うん、ケイスケ君。頑張ります。やりたい。うん、はい。じゃあいいよやって。丸投げですか。丸投げにはしねえだろ俺。大丈夫安心しろ。俺丸投げにしたことないでしょ。うーん結構丸投げ。すいません、カメラ止めてもらっていいですか。止まった止まった。怖い。殴られる。殴ってよ。なるほど。で、なんだっけ。
すいません、ちょっとまとまりませんでしたね、今ね。ね、もうそろそろ本当に完全終了の時間、1分前、2分前ぐらいになってきましたね。早いね。このままじゃまずいよね。やっぱり、ま、モノマネとかしないとなんないよね。今年やったモノマネっていうとなんだっけ。まず十返舎一句さっき一つ来たから、十返舎一句が、もしも、谷村新司だったら、はいはい、なるほどね。を野口にしてもらって、お別れ。あ、なるほど。はいはい。だから出たでしょ、だから出たくなかった。で、この前学んだことあるんだけど、うん、これね、まっすぐだけだと弱いから、うん、こう T 字にしないとダメだよ。へ、ぇ、なるほどね。そう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 、なるほどね。素晴らしい、素晴らしい。でも準備中。これはここでいいの、それとも寄った方がいいの、カメラの方に寄った方がいいの、ここでそう、前行った方がいいんじゃない、前行った方がいいの、はい、あ、ちょっと待って、はい、こっちカメラだ、こっちのカメラもらってるんで、ちょっと待ってください、さすがだね。はい、では、シーズン2ね、野沢シーズン2、はい、最終回、13回目ね、はい、最終回、はい、悲しいですね、皆さんにこれでお別れなんですね、はい、はいはい、もしこれで終わんの、はい、はい、そうだよ、これでお別れだよ、れで、ね、みんな本当お世話になりましたね、はい、いろいろ本当にもう、はい、皆さんに支えていただいて、それも入れとくか、ん、もし十返舎一句が空手家で谷村新司の、冬の稲妻を歌ったとしたなら、あ、僕邪魔だね、じゃあそうだね、ちょっと立ってもらわなきゃいけない、そうですね、はい、もし十返舎一句が空手家で谷村新司の冬の稲妻をモノマネしながら歌ったらどうなるか、3秒前、2、1、どうぞ。よ、ロレンさんだ、あー、来た。バイバイ、さようなら。立ち上がれ、ここにいる若者たちよ、今こそ僕らの手で未来に向かって歩いてく、今こそ一つになろう。そうだった僕、気づいたらなぜか同じ道たどってる。酒を交わした時話してた夢は仲間と作ってゆく。明日も明後日も迷い歩いても光は照らしているから、立ち上がれ、ここにいる若者たちよ、今こそ僕らの手で一つになろう。夢風は吹くから。ダトモレ入りました。はい、皆様本当に長い間ご愛顧いただきまして本当にありがとうございました。お願いします。皆様に支えていただきながら頼り